2023年1月1日、能登半島で大きな地震が発生しました。まずは被災された方にお見舞い申し上げます。さて、私は皆さんのいる世界と似て非なる平行世界や過去に移動できる設定でやっていますので、今回は穏やかな地空間での涼しい火葬場を訪ねました。利用中だったので素通りしながら眺めるのに留めました。どこかで食事でもとって時間を潰して出直そうと思います。火葬場の近くにこんな看板がありましたが、フォントが施設建物の作られた時期とミスマッチな感じがします。同じ場所に仙台施設があったのかもしれません。国土地理院の写真を見てみましょう。1969年頃から仙台施設が利用されているそうです。1975年の写真に現施設と同じ場所に何かしらの建物が建っているのがわかります。煙突でもあれば火葬場と特定するのですが、私の目では確認できませんでした。同じ場所に仙台施設があった可能性が高いというのに留めておきます。さらに前の施設は1951年にこことは別の場所、市街地である飯田町に設置されました。食事をとってから戻ってきました。利用者の方々は帰られたようです。右側の待合棟と思われる建物は何の変哲もないデザインですが、私の後ろに見える建物はとても特徴的なデザインになっています。そんなデザインですので、1995年度北陸建築文化賞を受賞したそうです。入り口にはスポットライトのほか、地面から上を照らすアッパーライトも設置されていて、ライトアップ可能なようです。また木で隠れていますが、告別室は円形でガラス張り、炉前ホールは白いドームのところにあり、天井には星が映し出されるそうです。受賞作品紹介のリンクを概要欄に貼りましたのでご覧ください。丸みを帯びたデザインですが、コンセプトは珍しいものでとても尖っています。そんな素敵な涼しい祭場ですが、皆さんのいる世界線ではこの度の地震で被災して動画公開の時点では利用できなくなっているそうです。被災の様子の写真がニュースサイトに載っていましたので、そちらのリンクも概要欄に貼りました。祭場だけでなく被災地全般についてですが、いち早い復旧を祈っております。火葬棟を横から見られるアングルがありました。特徴的なドームの形状はこちらからだとさらによく確認できます。最後に珠洲市の火葬の歴史について触れておきます。浄土真宗が盛んだったため、集落ごとに火葬場があり、無浄堂、三昧、焼き場、林、あるいはそれらが少し変化した呼び方をされていました。集落ごとの呼び方が郷土資料にまとめられています。仙台の市営祭場ができて集落の火葬場は使われなくなったようですが、そのような変化が市内全域で短期的に起こったのかは郷土資料からは読み取れませんでした。私の読解力の問題だけかもしれません。受験生の方には良い国語の教材になると思いますので、ぜひ解読してみてください。それではまた。